ミューヘイソを実験ユニット、シアニジン所属のコンゴーですわ。私の優雅さをもって、指揮官にアイドルの魅力をお見せしますわよ。<laughs> ステージでの姿を心に刻むよう、準備をしておいてくださいませ。指揮官ごきげんよう。まだ時間はありますし、仕事を始める前に、少し二人で散策でもいかが 衣装のモチーフが猫っぽいってあら、優雅にして余裕があり、しとやかでありながらも魅惑的。コンゴーは猫の気質と似ていると思いませんか紅茶ならここにありますわ。指揮官、あなたもお飲みにな…あ、それはコンゴーが先に口をつけたものですわよ。くんくん。 このいい匂いはどこからあらどうやら指揮官の方からのようですわ。耳を触りたいもちろんいいですけど、って、猫耳じゃなくてコンゴーの耳を赤くなってて気になったそ、それは、紅茶が熱すぎたせいですわ。あら指揮官 リクエストでもしてくださるのかしら今のは、がっつきすぎるのはダメですわよ。指揮官の温かい手は、思わず猫みたいに顔をスリスリしたくなりますわね。あら私ったら、この猫耳に影響されたのかしら新しい任務ですわ。私もご一緒に行くのはどうかしら ふふ。<laughs> 早く答えないと、同意とみなしますわよ。任務完了ですわ。ご褒美にタッチしてから。もう、偽装の肉球ではなく、金剛の手ですわよ。最近のトレンドを鑑みながら、今度のステージのプランを練りましょうか。指揮官 セットの肉球クッションで休んでみませんなかなかの座り心地ですわよ。もう、指揮官の今の行動は、優雅さからかけ離れていますわ。神話力に情熱、誠実さ、そして最も大事なのは優雅さ。一人前のアイドルになるには、すべて必要ですわよ。 アフタヌーンティーの準備は任せてくださいませ。<laughs> だって、委託組のみんなはもう戻ってきてますわよ。ふう。これで、ステージも楽勝ですわね。奏でましょう。私たちのメロディーを。アイドルの勝利も、優雅に収めて当然ですわ。 まだ慣れていないのが原因かしら今回は撤退しますわよクライマックスはここからですわもうあ足元が。